災害時の防災について考えたことはありますか？支援が必要な人ほど不安を抱えている人が多いと思います。今日のふるさと再発見は、地域で防災を考える取り組みをご紹介します。2019年に設立した市民団体防災したっけ。防災を伝えたい人と学びたい人がつながる場所を作るために設立されました。災害に備え、家族で楽しめるイベントや講演などを行っています。代表の水口さんです。防災士、北海道地域防災マスターなどの資格を保有しており、暮らしと心に寄り添った防災を伝えています。防災する場所を作るという団体になります。防災を伝えたいっていうふうに思っている方たくさんいらっしゃるんですけれども、活躍する場所がそもそもないと伝えることってできないので、そういった場所を作ることでサポートしていければと思ってます。11月5日札幌エルプラザで防災学びカフェ守りタイズが開催されました。このイベントは障害を持っている人とその家族、サポートをしている方を対象に防災について一緒に考える場所になっています。何をするべきか、どこに避難するかを話し合い、一緒に考えることで自信にもなり、支援者とのつながりを築くこともできます。我々が何ができるのかっていうのを考える機会になったので、とてもいい機会でした。家族と改めて話すとか、職場の人と改めて話すとか、そういったことが大切だなっていうふうに思いました。このイベントを企画した防災したっけの鈴木さんです。鈴木さんは車椅子の生活を送っており、当事者の目線で防災について一緒に考えて伝えていきたいと思い活動をしています。情報って自分に必要なことであっても待っていても届かないじゃないですか。災害時のことっていうのがなかなか届いてこなかったんです。障害があるからないからじゃなくって、自分で自分を守るためにできることってあるんじゃないかっていうのを気がついてほしかったんですね。障害のある人、そしてサポートする人たちにも意識のスイッチを入れてもらう、そんな活動で、はい、やらせてもらいたいなと思ってます。自分に必要な防災が何かを知ることで、いざという時の安心にもつながります。防災意識を持ち、地域で防災の輪を広げていきましょう。